はい、皆さんこんにちは、ワンダリクルビーチです。では今回はハーツオブアイアンウォー、ガンダム1年戦争モッドワンイヤーウォー、こちらの続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、ジャブローを攻略して、地球連邦軍の総本部がダカールに移ったので、そのダカールの攻略をしました。でダカール攻略した後はですね、連邦軍アムステルダムに総本部移したので、そのアムステルダムもですね、マクベの軍を使って総攻撃を行って陥落させています。すると続いてですね、連邦軍が移してきた総本部の場所が長崎になってますので、今回はね、この長崎の攻略に向けて、プレイをしていきたいと思っています。で長崎に向けてはですね、強襲上陸をかけていく必要があるので、部隊を釜山に集めてですね、釜山から最短経路で長崎を狙うと、もしくはね、長崎が硬かったら広島あたりに上陸かけて、広島から九州に渡っていくというのも考えています。で連邦軍がですね、本当にモビルスーツを量産体制に入ってきていて、結構しんどい状況になっています。どういう状況かというと、まず北米大陸にですね、強襲上陸をかけられて、ご覧のようにですね、泥沼化しているという状況です。なのでここをね、しっかり防衛する、それが必要になってくるかなというところで、まず一つですね、ドム、そしてゲルググ、ビグザムという最新鋭のモビルスーツ、モビルアーマーですね。これをようやく戦線に投入できてますので、今ご覧いただいているのがビグザムになりますけども、このビグザム中心にゲルググ、ドム、足の速い部隊を使って、北米大陸に上陸してきている連邦軍、これをね、駆逐していきたいと思っています。一方、本当に苦しくなってきているのが、もう一つあってですね、フィリピンの方なんですね。この辺りがですね、連邦軍、強襲上陸をかけてきていて、これを防衛する十分な戦力がね、用意できていなかったということもあって、フィリピン、インドネシア、あたりにね、連邦軍が、上陸を仕掛けてきているという状況です。これらをね、なんとか跳ねのけていきましょう。で、長崎に向かう部隊なんですが、エース部隊をね、中心に、釜山に集めていこうと思っています。なので、エース部隊を今、釜山に集めていきましょう。シャアもね、投入します。あとはシーマ、ロンメル。このあたりの部隊も、この後ですね、一度、ここ、釜山に集まってもらって、釜山から、こう競うようにですね、長崎に向かってもらいたいなというふうに思っています。では時間を進めましょう。スパイはですね、捕まってしまった、スパイはね、しっかり赤鼻を使って救出してあります。で今回は新しく長崎の方に連邦軍の本部移ってるので、果敢に長崎の方にスパイを投入しましょう。赤鼻中心にね、しっかり働いてもらいます。では北米の方に目を向けて、ビグザムの働きにね、期待していきましょう。部隊は十分な数用意してあるので、奪還はね、しっかりできると思うんですけど、この間にもですね、生産力が落ちていってしまうので、できるだけ早くですね、かつ安定的にこの北米大陸は支配をしておきたかったなっていうね、反省点ですね。工場もなので、今、稼働っていう意味だと、372、ちょっとね、画面見づらいですけど、372工場あるんですけど、実質稼働してるのは300ぐらいですね。このあたりは、本当に反省点ですね。では、時間を進めていきます。北米大陸の方ですが、一気にね、状況改善しつつありますね。ビグザム、ゲルググ、こういった新しい機体をね、投入できているというのも、一つ大きな要因になっているかなというふうに思いますけど、この調子で一気にね、制圧を進めていきましょう。で研究枠の方ですが、戦闘シミュレーター系入れておきます。これ、師団の訓練時間がマイナス 5% になるんですけど、今実は師団の訓練時間がね、伸びきっちゃっていて、なかなか投入できないっていう状態が続いているんですよね。
例えばこのビッグザムなんかも、もう生産はされているんですけども、訓練がね、まだ 23% しか進んでいなくて、まあ、新兵にも満たない状態で投入しなきゃいけないということになってしまっている状況なので、これは訓練時間をね、どんどんマイナスしていくボーナス中心に獲得して、しっかり訓練した状態で、新兵を前線に投入できるような、工夫をね、していかなきゃいけないかなというふうに思っています。今ちょうどですね、ご覧いただいている画面が、ゲルググとジムのね、モビルスーツ同士の白兵戦になりますね。まあ、さすがにゲルググということで優勢に押してくれているというのが、ここから、見て取れるかなという状況ですね。まあ、撃破と。ゲルググで追撃しましょう。本当にね、ゲルググは強い。カシアスさんね。まあ、一年戦争を冒頭でね、ホワイトベースの艦長だったと思うんですけど、早々に被弾して戦線離脱されたカシアスさんですけど、ここもゲルググの前に撃破完了というところですね。北米大陸の方も一時かなり追い込まれましたけど、まあ、全体的に見て完全に制圧できましたね。南米の方も順調に進んでますね。このまま南米大陸飲み込んでいきましょう。で、ヨーロッパの方に目を移すと、ヨーロッパの方も、まあ、ローマ陥落していますね。ローマ。イタリア、ローマ取って、パリも取ってというところで、こちらも順調に、非常に順調に推移しているという状況だと思っています。ニースももうすぐで取れるな。いや、スペインはちょっと行ったことないけど、行ってみたいですよね。ニース、マルセイユ。この辺りは。で、このまま攻略を続けていきましょう。で、注意しなきゃいけないのが、この先、長崎攻略の準備なんですけど、ここあんまり時間かけてると、連邦軍の、まあ、占領地というか領地がすごく小さくなってきているので、局所的に軍がね、密集されてしまうと長崎の強襲上陸が失敗するとか、まあ、そういうリスクも出てくるので、なるべく早くですね、部隊を集めて強襲上陸してとどめを刺していきたいなというふうには思っています。シーマが強襲上陸できそうですね。部隊の数少ないですが、そしたらですね、この日本海、ここに制海権を取るべく、部隊をね、派遣していきましょう。あんまりここでね、その水陸両用のモビルスーツだなんだという出番がないまま来てしまってるんですけど、強襲上陸をかけるためには、まあ、ズゴクとかね、まあもちろん海軍の艦艇とか、まあそういったものを使って制海権を取っておかないといけないので、集中的に部隊を配備していきます。では今この東シナ海から日本海にかけて、ズゴクを中心とした海軍部隊を派遣したので、今真っ赤に染まっていて、連邦軍が制海権を持ってますけど、ここのね、制海権を取ったら長崎に強襲上陸を仕掛けていきたいと思います。ではですね、ビグザム作りましたので、今度はアプサラス作っていきましょう。アプサラス計画を発動します。で、アプサラス計画発動するとですね、研究枠でアプサラス、これが解放されますので、早速ね、アプサラス作っていきましょう。これで。地上はね、ビグザム。空中は、アプサラスっていうね、戦力を用意できるので、まあ、ますます楽しみになってきますね。で、アフリカ大陸の方、今ご覧いただいてますけども、アフリカ大陸の方はですね、もうほぼ、三連星が一人で、こんだけ占領してます。まあ、三連星のドムがね、やっぱりむちゃくちゃ早いんですよね。これでもかっていうぐらい早いんで、どうしても頼ってしまいますよね。で、シャアを中心とした
まあ、長崎攻略の舞台なんですけども、ここ、もうちょっとでね、政界権、確保できそうなので、そしたら、長崎に強襲上陸を仕掛けていきます。今、東シナ海、南シナ海かな、南シナ海だけ取れてますね。あと日本海、ここも取れれば強襲上陸、早めに仕掛けてみようと思います。そこまで時間進めちゃいます。はい。シーバ。まあ、つまり海兵隊ですよね。そのシーマが今長崎に強襲上陸かけてくれています。長崎の防衛がどれくらい厚いかわからないんですが、サクッと強襲上陸できたな。サクッと強襲上陸できたので、残りの部隊も一度長崎に上陸させちゃいましょうか。で、まあ、この後どこに移ったか確認していきましょう。連邦軍の本部が東京に移ってる。じゃあこのまま、海兵隊が長崎に上陸しているので陸路で東京を目指しましょう。ちょっと意外なほどあっさり長崎に上陸できたので、まずはこの九州一帯を確保しましょうか。まあ慌てて敵もねやってくると思うんで、敵に集合される前にできれば、型をね、つけておきたいかなというふうに思います。お、やってきてるな、やっぱり。やってこられる前に、ある程度九州一帯のね、地盤確保というのはしておきたいかなと。では、長崎、九州にですね、飛行場を確保しましたので、生っちゃいましたね。確保しましたので、ここにですね、ガウなりなんなりを配備して、東京の街を焼き尽くしていきましょう。で、スパイの方も移動させて、東京の方にスパイを入れられるように変更していきましょうか。600機のドップ。制空権は完全にジオンの方に移りましたね。で、スパイも、東京に、スパイも構築してもらいましょう。なんかね、アメリカと中国の間はスパイだ、ああだ、こうだとやってますけど、日本は大丈夫なのかなってね、心配になっちゃいますけどね。どうなんでしょうね。政府系はね、ファーウェイ排除は、おそらく、日本も同じ路線をたどるのかなと思うんですけどね。なんかどっかの自治体、埼玉だったかな、どっかの自治体もね、TikTok、やめますってなってましたしね。まあ、できるだけ、そういうところは足並みを揃えておく方が、まあ、同盟国であるアメリカ、ね、いいのかなとは思いますけどね。まあ、中国は同盟国でも何でもないですからね。まあ、経済的な結びつきはね、アメリカと比較しても同じくらい強いものがあるんだと思うんですけど。まあ、今の時代ね、なかなか難しいですよね。では、このまま、陸路で東京を目指しましょう。なぜか四国にシンガポールがありますけどね。シンガポール原産のシンガプーラっていうね、小型の猫ちゃんがいるんですけど、今ね、猫が欲しいブーム来てるんですよね。まあ、ブームだけでね、猫を安易に飼おうっていうつもりはないんですけど、猫がね、欲しいなぁと、今ね、密かに思ってるんですね。今ね、鹿児島の方に部隊を進めていて、連邦軍のジムがいますけどね、これを排除しようという動きになっています。アプサラスはどうだろう？アプサラス3まで進めちゃいましょうか。研究枠を使っていきます。ここは九州からね、一気に連邦軍の排除を進めていきたいと思います。で、シーマの方はこのままですね、進軍を進めてもらって、まずは大阪あたりまで一気にね、占領域を進めちゃいましょう。で、後続の部隊がね、九州を制圧したら、続々と、さらに、進んでもらうと、いうところがいいかなと思います。
ここもね、ジムとデザートザクの戦いになってますけど、サクッと取ってもらって大阪、東京を目指します。ご覧のようにシーマの活躍もあって日本の約半分、これのね制圧が進んでいます。で、他の地域に目を向けておくとですね、まあ、ユーラシア大陸ももうこんな感じですね。ほぼジオンが確保しつつあるという状況ですね。なので、まあ、これを受けてですね、いよいよこの東京陥略陥落させた後なんですけども、ルナ2攻略作戦ね、これを発動していけたらいいかなというふうに思ってますので、ちょっとその内容を見ておきましょう。ルナ2攻略作戦、これルナ2にね、攻撃をかけるというもの、あとアポロ作戦ですね、これがホンブラウン、攻略を仕掛けるというもの、この2つをですね、東京を攻略したら発動していけるかなというふうに思ってます。なので、まず今回は、サクッとね、東京の攻略を進めていっちゃいましょう。はい、東京の制圧完了してます。これでどこに移ったんだ、今度は首都が。確認していきましょう。はい、イギリス、スラバニア、まあ、ベルファースト基地があった近くですかね、この辺りに移ってますので、ここの攻略をね、進めていきたいと思いますが、今回は一旦ここまでにさせていただいて、次回ですね、この続きまたプレイしていきましょう。まあ、個人的にはやっぱりビーグザムよりもドムの方が今のところ使いやすいかな。ただビグザムの何がいいかっていうと、まあ先にじゃあちょっとドムを紹介するとですね、ドムは、ドム81機で、まあ一つのね編成っていう形になってるんですけど、これじゃあビグザム見た場合どうかというとこなんですけど、ビグザムはですね、ビーグザム1機でこの攻撃力です。対人攻撃540とかね。ドムだと81機で700いくつとかだったと思うんですけど、ビーグザムは1機で済むので、実はドムを81機作るよりも、ビーグザム1機作る方が、効率がすごくいいっていうのが分かりました。なので、まあ、ビーグザムはね、このまま量産を続けていこうというふうに思っています。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。